皆さん、こんにちは。テクニカルアナリストの森口でございます。日本株速報本日もよろしくお願いいたします。今日は6月の6日の月曜日です。今週もよろしくお願いします。お題はこちら。やっぱり日本株は底がい。 けどとといいうことで話をささせてください日本株まさかのマイナススタートからの上昇だったんで結構驚きが多かったんですけども一、まあ、つ節目を超えられなかったっていう残念なところがあるのでここで共有させていただければと思いますで個別ではねいろんな材料がありますのでこんな個別銘から確認させていただければと思いますということでこのチャンネルではおたばかりの日本株の振り返りを毎営業日,日夕方5時にやっております皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。明日もやりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速今日の振り返りからやっていきましょうはい今日は三指数揃っての上昇となりました日経営化 株が0.56%トピックス0.31%マザーズ0.86%の上昇でございます。こちらなんとなく見ていただいてわかると思うんです。すべて赤いスタートなんですよね。そこから緑色になってる5番にかけてグググッと上げてきた。おお、まさか日本株やっぱ強いね。雇用統計受けてアメリカ株結構下がったけどプラスになるんだっていう驚きが結構あったかなというふうに思います。日経期値上がり銘柄数の方が多いですよね。ファーストリテイリングの強さは目立っておりますが、東京エレクトロもやっぱマイナススタートからのプラスということで非常に強いので、この後チャート見ていただければというふうに 思っております。売買だけ見ていきましょう。レバレッジ ETF が1位に来ておりますが、レバレッジ ETF はですね、こちら、売り越しだったという報道がありました。売り越し、全場売り越しからの買い戻しみたいなものは結構あったんじゃないかなというふうに思います。ダブルインバースはね、逆に買い越しだったみたいなこともありますから、まあ、午前中の弱い雰囲気を買い戻してプラスになったみたいな、そんな感じなのかなというふうに感じました。個別で見ると、レーザーテックはこう動きですが、東京エレフトロもプラス。まあ、やっぱこう、半導体がプラスになったと結構大きいですね。ただ、海運がちょっと弱かった。川崎 日本予選がマイナスにはなっております続いて グロースですね。メルカリがトップです。ただ小幅な動きということです。明日からプライムに動きます。ただ指数としては混ざず指数への影響度は残りますので、こ,こだけ注意してみておいてください。2位がトリプルアイズ。これは直近 IPO ですね。ちょっとなんか物色されたっていう、そんな感じだと思います。キャンバスは結構上昇していたんですけども、今日はさすがにマイナス。一方、東京通信がまた激しい動きになっているというような感じ。あと、個別で見ると主力どころ、ウェルスナビとか、まあ、フリもプラス。まあ、プラスの目柄もいくつか見られたかなというふうに思っております。では、個別見ていきましょう。まずは東京 エレクトロンですけれども、今日はマイナススタートからの要線をつけてのプラスということですね。こんな感じになりました。まあ要栓ですから、下からスタートして、前日比マイナスでスタートしての要線をつけて、ぐぐぐっと上げて、もう午前中のうちにプラス点まで持ってって、そして直近高値をしっかりと超えてきたというところですから、これは結構やっぱそこがいな、日本株ちょっと違うなっていう、なんかそんな印象を受けた限りでございます。え加えて東京エレクトロン6万円台ですから、すごく値傘株なわけですよね。ファーストリテイリングもまあ今日大きいですけれども、 やっぱこういった企業の大きい銘柄がプラスになってくると、やはり日経平均が優位になりやすいということだと思いますので、引き続き注意,注意というか注目かなというふうに思っております。続いて こちらが JR 東日本4.37%の上昇ということになっております。こちらのニュース記事自体は HIS がということなんですが、HIS より JR の方が上がってるんですよね。なんでちょっと JR 見ていきたいというふうに思っております。で、GoTo トラベルがですね、6月末にも再開する案が浮上してきたということで、旅行需要の高まりを期待した回、オープンドアとかめちゃくちゃ上がってましたからね。まあこういったところも注目になるのかなと思います。大きなところでいくと JR 東日本ちょっと注目をしてみたという感じでございます。チャートはこのような形で、こちらもですね、でも まあ安くスタートしてからのしっかりとした要請をつけたっていう感じですかねになっています。で、200日移動平均線をずっと超えられずにいたので、まあ、今回の GoTo 再開を機にですね、200日線を超えてくるかどうか、そして直近高値を超えるかどうか、この辺が注目かなと思います。まあ、直近5月12日につけたこの安値からはだいぶ底値を固めた感はありますから、期待できるんじゃないかなというふうには思っています。続いて IR ジャパン見ていきましょう。これが今日はね、相場をなんかこう騒がせてましたね。監視委員会が元 役員強制調査など伝わりということでまあ、簡単に言えば、インサイダー取引みたいなものがあったぞということですね。もうこの人はもう辞任を発表したということで、強制捜査が行われ、この強制調査が行われたのは事実ですというね、ガサ入れが行われましたよということです。まあ、IR ジャパンホールディングスって IR っていうのがつくだけであって、IR 支援事業を幅広く手掛けるビジネスモデル。まあ、要は IR のガバナンスとか、こういったところをやってるわけですけども、まあ、一番やっちゃいけない会社が一番やっちゃいけないことをやっちゃったな、みたいな、なんか、よくわからない言い方しましたけども、そういうい 感じじなななんじゃいいいかなというふうに思います一応ちょっと想像がつかないんですけども、ちょっといけないですよね。さすがにもう貯金安値は割ってますけども、この安値もおそらく割るんじゃないかなというふうには思います。なので、まあ、下がりきったところでどういう動きになるのかはちょっと注目したいところではありますが、しばらくはちょっと様子見かなというふうに思っております。続いて、日本駐車場開発見ておきましょう。今日は9.94%大きく上昇しております。内容としましては、第3四半期の決算発表を6月3日に行っていて、38%営業増益と実 自社株買い、いあとととは進捗率も非常に高かったということで交換されておりますチャート見ておきましょう。このような形で、しっかりとした上昇トレンドからの要線ですね。まあ、比較的小幅な動きから軍手を上がった形ですから、これは上昇トレンドがまあ強まりそうな形とは思います。25日線からはまちょっと乖り率が高くなってきたので、まあ、調整を挟みながらだとは思うんですけども、明らかに上昇トレンドが継続していることを示唆させるようなローソク足であるということは間違いないですから、非常に注目かなと思いますし、 こちらも駐車場関連のビジネスでこういうふうに伸びてくる業績がいいっていうことはですね、非常にいいことなんではないかなというふうに思います。最後、リミックスポイント見ていきましょう。リミックスポイントも11.56%の上昇ですね。まあ、これがきっかけかどうかは何とも言えないところなんですが、大和証券が東証プライム市場への昇格期待銘柄をスクリーニングしたということですね、になっています。で、この中ではメルカリがね、どうのこうのっていうのが書いてあって、実際にプライムに変更されるみたいな話が書いてありますが、トータルスコア9のメルカリが 銘柄にには中西フリリーセプティにリミックスポイントみたいな形で書いてあって、まあ、このまあトータルスコアが高いところに入ってきたので11、11%上がったのかななんていうふうには感じました。そして、リミックスポイントはこ個人的には結構ね、これ個別銘柄とことも分析するマガジンでも、まあ、注,注目して分析していたんですけども、金融関連が非常に伸びていて、金融関連っていうのが何かっていうと、ビットポイントっていう仮想通貨取引所ですね、ものすごい業績の伸びなんですよね。金融関連事業、こんなふうに交差数も伸びているし、なんで伸びてるかっていうと、 ここだけ、日本初のここだけでやってる仮想通貨が結構取引できるらしいので、まあ、独自の強みもあるんじゃないかななんていうふうには思っています。で、チャート見てみると、このような形で、決算を挟んでですね、ぐぐぐっと2連続ぐらいストップ高して、ここもね、あわゆくば結構行くんじゃないっていうふうに期待しちゃうんです。 こ,こから急落が始まって、ここからちょっと下落が止まらなくなって、決算前の水準まで戻してからの、まあ上がる余地はちゃんと蓄えた上での、まあプラス材料みたいな形で、500円を超えてきたということにはなっております。なので、まあこれがどこまで行くのかちょっと注目をしているんですけれども、結構上の方でやり取りはされているので、そんなに上値は期待できないかなというふうには思うんですが、えー、どこまで行くのかぜひご注目いただければなというふうに思います。はい。では指数見ていきましょう。これがですね、日本株が底堅いけどと言っている部分ですね。こっちの移動平均 線としての白い部分これがですね200日移動平均線なんですが200日移動平均線の値が2 7,940円に対して今日の終値に2万 円ですね今日の高値は27,979円ですから、まあ、28,000間近だしこの2百0 0超えていた時間帯もあったんですけども残念ということでございます2百0 0が今後、ね、レジスタンスになるのか注目をしていきたいなというふうに思いますしこういった暁にはどこを超えるべきかというところで考えるとこの高値でしょうね28,338円ここを超えてくると 見た目上、かなり上昇トレンドだなっていう、そんな感じがしますね。この安値から見て、高値で安値で高値っていう形になりますからね。安値基準で見た時のなんか強いなっていう、そういう印象を受けますから、ここぜひチェックしていただければなというふうに思います。トピックス見ていきましょう。トピックスは200日線までもうちょっとですね、ありそうですけども、ただチャンネルを超えてきてるんですね。なんで、期待はできるのかなというふうに思います。マザーズ見ていきましょう。マザーズもですね、 まだちょっと上昇と言い切れないところではありますけれども、まあ、何度も見てきているこの加工トレンドラインですね。ここをブレイクするかどうか。そして改めてまあ25日線を割らずに、えー、5日線もあ25日線も超えてきてますので、25日線がちゃんと上向きに転じてくればね、結構希望を持てるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと応答日を見ておきましょうか。この辺だと思うんですけど25。ここか。ここですね。応答日がこの辺なんで、 もうちょっとこうぐーっと下がってくると、来週ぐらいには25日線が今、今の水準を維持できればですけども、上向きに転ずると。で、その辺で超えてくることができるんであれば、まあ、非常にこういい流れになってくるかもしれないですよね。そこは期待したいところかなというふうに思います。では今日もつらさよりさせてください。まず6月18日にオンラインの講演があります。これね、徐々に準備始めてますので、ぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。また個別銘柄のとことも分析するマガジン、今日はリミックスポイントの話もちょっと入れましたが、最新はワークマンの分析記事になってますから、初月無料になってますよ。 たらチェックしししてておおいいいくくださいよろしくお願いしますまた、書店購入キャンペーンを行っておりまして、こちらもですね、もう早くも書店購入キャンペーン600名以上の方に申し込みいただいております。本当にありがとうございます。また、6月の式法でね、最新式用の Excel を作っていきたいと思ってますので、何それって方はぜひ記事の方を一度ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで追っていきたいと思います。今日の中でも何か参考になりましたらグッドバックボタン、また明日以降もね、このような形で1週間、毎営業日、夕方5時でやっていきますので、明日も聞いていただける方は ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら